こんにちは、みずきです。今回はドラッグストアの購入品をご紹介していこうと思います。はい、早速紹介していくんですけど、今回はちょっといつもと違ってコスメとかスキンケア用品は少なめになってます。ほとんど生活用品とか、あとはストック、いつも使ってるもののストックを買ってきたのでご紹介していきます。まあ、リピート品も結構多めになってます。ちょっとたくさんあるのでパパッと紹介していきます。まず一つ目はこちらです。ちょっともう開けちゃってるんですけど、バイオクレン1のコンタクト洗浄液です。いつも私このシリーズを買ってて、前はこの 500ml を買ってたんですけど、最近はこの 360ml の方を買ってます。この360が2本と、あとはこのレンズケースも付いてます。冬場とかだったらこの500でも全然いいんですけど、夏になるとやっぱり液体とかもね温まってくるので、こうできるだけ早く使い切りたいと思ってこの360に変えました。もうこれ本当に何度リピートしたかわからないくらいのリピート品です。はい、そして次こちら、資生堂のビューティーアップコットンです。私今はシャネルのコットンを使ってるんですけど、それがちょっと終わりそうだったのでこの資生堂のものを買いました。で、このコットンは私試供品で使ったことがあって、割と良かったのでね、これを買いました。結構柔らかめでふかふかしてて、すごい安めのコットンとはちょっと違う感じです。シャネルと比べると、まあ、若干小さめ で触り心地もこっちの方が柔らかいっちゃ柔らかいんですけど、こっちの方もねそれなりに柔らかくて肌触りが良かったので、このシャネル使い切ったら一旦こっちに乗り換えようかなと思います。はい、そして次こちら、ソフティモのメイク落としシート H です。私基本的にはこういうメイク落としシートはほとんど使わないんですけど、たまに本当にこうメイクを落とさず寝てしまうっていう時があるので、そうなる前にこれで落とそうかなと思って買いました。なんか最近すごい眠すぎるとメイク落とさず寝てしまうことが多々あるので、こうあんまり頼りたくはないんですけど、そういう時に使うために買いました。まあ、落とさず寝るよりこれ使った方がいいかなとは思います。こんな感じでちょっと変わり目で、オイルフリーで洗い流しが不要だそうです。はい、そして次こちらです。サラサラエイジーパウダーシート、シトラスの香りです。はい、なんかこんな感じでドットのデザインになってます。これはビオレとかではなくて、すごい安めのパウダーシートなんですけど、パウダーシートはそんなに違いはないのかなと思うので、こうたくさん使える安いものを買ってみました。これはシトラスの香りなんですけど、まあ普通かな。こういうパウダーシート系は本当にこれからの時期の必需品なので、こう出かける時とかはバッグに入れて持ち歩いてます。はい、そして次こちらです。バブのオリエンタルスパクールタイプです。私入浴剤系は本当にいろんな種類を使ってきたんですけど、このクールタイプは今までに使ったことがなかったので買ってみました。で、これ香りもちょっと珍しいような香りで、南国のお花フランジパニの香り、果実の女王マンゴスチンの香り、こういうブルーのお花のブルーウォーターリリーの香り、ピンクオーキッドの香り、なんか今までに使ってこなかった香りというか、ちょっとね珍しい香りなので、これは使うのが楽しみです。使ってよかったらまたご紹介します。はい、そして次こちらです。ダブのゴーフレッシュハーモニーピーチ&スイートピーボディウォッシュです。前回のバスルームの動画でも少しだけ紹介したんですけど、一応リピート品になります。ただちょっと香りを変えた感じになります。前回は普通の石鹸っぽい香りだったんですけど、ちょっと暑くなってくるとこうすっきりしたフルーツの香りが欲しくなるので、これに変えました。まあ、香りはまだ変えたことはないんですけど、まあ、そんなに甘い感じはしなさそうなので、これもまたよかったらご紹介します。はい、続いてこちらです。流せるトイレクリーナーシトラスオレンジの香り。私はトイレ掃除の時にいつもこれを使ってます。 3,4 回目のリピート品です。これ安いのに汚れもちゃんと落ちるし、香りもいいので気に入って使ってます。一人暮らしの方とかにもすごいおすすめです。はい、そして次こちらです。バスマジックリンの詰め替え用です。これもリピート品になります。お風呂の浴槽を洗う時に使ってます。で、これはバラの香りとかもあったんですけど、私はいつもねこのオレンジっぽい柑橘系の香りを買ってます。本当にこれは皮脂汚れとかもねしっかり落としてくれるので、もうずっとこれです。確か実家でも使ってたんじゃないかなと思います。はい、そして次こちらです。じゃじゃん、クイックルワイパーです。これは初めて買ったものになります。
掃除をするときにこう床は掃除機をかけるんですけど、掃除機だけでは取れない汚れとかこうホコリとかね、そういうものが気になってたので、まあやっとなんですけど買いました。でこれフローリングだけではなくて畳とか天井、あとは網戸掃除にも使えるそうなので、すごい活躍しそうな感じです。なんか最初から長いやつも売ってたんですけど、私の家がそんなにこう収納が多いわけではないので、こう持ち手のところがね短くなったりするのは収納場所に困らないので、そこがいいなと思ってこれにしました。これを使うなら掃除機がいらないような気もするんですけど、どうなんだろう。まあ、とりあえず掃除機の後に使おうと思います。はい、そしてラストです。粘着スペアテープです。これはカーペット用のコロコロの取り替え用のテープなんですけど、これねすごく売れてたのでこれを買ってみました。多分本当は同じメーカー同士で買った方がいいと思うんですけど、まあ合うなら全然これでもいいかなと思って買いました。こういうすぐ使ってしまう消耗品とかは私結構安めのものを買うんですけど、使ってみてよかったら普通にリピートするし、まあ微妙だなと思ったらまた買うことはないんですけど、結構売れてて安めのものがあったらそれを買います。まあ安くても全然売れてないようなものだったら買わないので、まあ失敗したりすることはほとんどないです。なのでこれもそんな感じで安くて売れてたので買ってみました。使ってみて普通に良かったらまたリピートすると思います。はい、という感じで今回はドラッグストアの購入品をご紹介していきました。ドラッグストアの購入品はだいたい月1くらいで紹介してるんですけど、今回はコスメとかスキンケア用品は少なめで、なんか生活感丸出しの購入品紹介だったんですけど、まあいいものは共有したいので、また使いやすいものとかいいものがあったらご紹介したいなと思ってます。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。